新エネルギー産業技術総合開発機構 NEDO は、持続可能な社会の実現に向けて革新的な技術開発や実証を進めています。つながる新しい社会と未来、社会に実装される NEDO の IoT 技術をご紹介します。人工知能を用いた胃がん内視鏡画像読影支援システムの構築と海外遠隔診断への展開。医師が直接観察することで診断を行う内視鏡検査は、組織検査やポリープなどの切除を行うこともできるため、胃がんの早期発見早期治療のために重要な検査方法です。2016年に市区町村が実施する胃がん検診の指針が改定され、近年胃がん検診における内視鏡検査数は飛躍的に伸びています。一方で、撮影した画像を症例ごとに数十枚目視で再確認する二次読影が必要なため、医師の負担はますます増加し、病変の見落としのリスクが懸念されています。そこで NEDO と株式会社 AI メディカルサービスは、画像認識能力を活用して病変部位を自動判定する AI を搭載した胃がん内視鏡画像読影支援システムの開発を進めています。私ども AI メディカルサービスでは、がんの見逃しゼロ早期発見を目標に、内視鏡診断を支援する AI を開発しています。日本を代表する内視鏡医師たちが所属するがん研有明病院、大阪国際がんセンター、東大病院をはじめとする全国100以上の医療機関と多施設共同研究を行い、世界最高レベルの教師データをもとに AI 開発を進めています。発見が難しい胃がんをパッと見で医師が分かるようになるためには、だいたい10年1万件の経験が必要だというふうに言われています。 AI でも同じぐらいのデータ量を覚え込ませれば、ほぼ専門医並みに近づくと考えています。さらにスピード面では、 AI はわずか 0.02 秒で検知が可能です。また疲れ知らずですから、何時間やってもその精度が落ちるということはありません。精度面では、胃がんの鑑別モデルで精神率約 94% と高い結果となり、医師による読影試験と比較をしても感度において専門医を上回る結果になりました。読影支援システムのコアとなる胃がん鑑別 AI について、現在開発中の単語システムとワルツシステムを用いご説明します。単語は内視鏡検査中に医師の診断をサポートするAI システムです。具体的には、医師が悪性を疑うような病変に対して専門医と同等以上の能力を持つ AI に鑑別させて、その結果を参考にすることができます。一方でワルツは、医師が気づく前に病変を拾い上げ、医師の病変見逃しを防止するシステムです。これらの技術により、医師の二次読影を支援するシステムを開発中です。ご説明した2つのシステムと、二次読影を支援するシステムを胃がん内視鏡検診施設に導入することで、医師の負担を減らして、病変の見落としによるリスクを回避し、将来的には胃がんの早期発見、早期治療に貢献します。さらに、クラウドなどの技術との組み合わせによって、検査後のダブルチェックや医師のトレーニング、遠隔診療など様々なシーンで、日本のみならず世界中の内視鏡医のサポートができるようになります。人工知能を用いた胃がん内視鏡画像読影支援システムの構築と海外遠隔診断への展開。本件技術に関するお問い合わせ先はこちらです。 NEDO は革新的な技術の開発や実証を行い、成果の社会実装を促進するイノベーションアクセラレーターとして、社会課題の解決を目指します。 NEDO